贈呈式と記念撮影があると聞いて汝はさぞかし動揺し不安に駆られたこと、よもや汝がこれらの条件を受け入れた上にかような要求をしてくるとはな。汝のその勇気尊重するに値する。これらの書籍は渡辺島への少しばかりの気持ちじゃ。なんさて、ここまで読んだ汝はさぞわらわの親切に感謝し、わらわに報いる機会を探しておることじゃろうな。来月八重堂では娯楽小説の登場人物に扮した者たちがファンと交流するイベントを開催する予定でな。五郎は忍耐強い上美目秀麗じゃ。手伝いに来てはくれぬか。なっちなっに女物じゃ。